日本での頭像家の一例。教科百物語より、大砲。砲、大鳥は、中国に伝わる伝説の鳥。その体の大きさから、大砲、大砲とも呼ばれる。そう思想遊有では、砲が次のように描かれている。北の果てにある海に住む、紺と呼ばれる体が数千里にも及ぶ巨大な魚が、これもまた背が数千里にも及ぶ巨大な鳥、砲とカす。 方は天を覆う雲のような翼を広げ、荒れ狂う嵐に乗って、南の果ての海すなわち、天の池へと向かう。その時には、九万里上空まで飛び上がって舞う。寝代の小説、俗古府語によれば、方の羽は十個以上の家の上を覆い尽くすほどで、この巨大な羽や糞が家を壊し、人命を奪うことすらあるという。日食は、方が上空を通過するために起こるという説もある。 こうした方の姿は、熱帯のモンスーンを象徴化、神話化したものとも見られている。方は、最有気や、方針演技など、数々の中国小説にも登場している。最有気に登場する雲ほど、万里方は、一飛びで急万里を飛ぶという。1879年には、日本の愛知県安城市三河安城で、全長発射区。 変欲のみで9尺5寸もある巨大な鳥が撃ち落とされ、当時のアントマン新聞で法の捕獲例として報道されたことがあるが、この正体はアホ鳥とする説もある。また、その壮大なイメージから、大砲は力士の屍名としても用いられる。ありがとうございます。